問来てます。どうして弦を切るのですか。普通に外すのじゃダメなんですか。このコメントめっちゃ来たんですよ。変える理由じゃなくてなんで切るのか疑問に答えるって流れじゃなかったんかいっていうお叱りも受けました。本当にすみませんでした。そこ盲点でした。本当にどうして弦を切るのか、これには深いわけがあるんですよね。その深いわけっていうのがめんどくさいから。弦って外した後ってここに巻き癖がついてるんですよね。でこのブリッジの穴からこうシューって抜いていくんですけど、その巻き癖のところがガッて引っかかってもうめんどくさいと。でも弦を切ったらどうでしょう。ここら辺でバチンと切ったらシュッと抜けるだけで、こっちもペッて外すだけで終わるんですよね。それが理由で、中にはですねこういうブリッジのものがあるんですよね。ここを緩めるじゃないですか。こうやって外せちゃうんですよ。ほら、ここで引っかかってるだけだから簡単に外しちゃうブリッジっていうのもあります。僕のベースはシューって抜かなきゃいけないのでめんどくさいから切ってるだけですね。切った弦は寄付するので溶かして使うんでね、形はどうでもいいので、うん、というのが理由でした。参考にしてみてください。